こんにちは。今回は、さっさとを勉強します。じゃあ、こちらを見てください。うん。早く話します。という意味があります。うん。女の人が今電話をしていますね。そして怒っています。例文を見ます。今、忙しいから、さっさと要件を話してください。というふうに怒ります。何かね、よくあの、商品の電話をしてくる人がいますね。その人の話が長いですね。 私は困っています。その時にこう言えばすぐ切ることができます。今、忙しいからさっさと要件を話してください。早く話してください。という意味ですね。早く話します。という意味があります。で、今度、次。早く行動します。という意味があります。今、男の子がゲームをしています。そして、勉強しますね。例文を見ます。 遊んでいないで、さっさと宿題をしてしまおう。こういうふうに男の子は言って勉強しますね。これは、早くします。早く動きます。早く行動します。という意味があります。ここでは早く勉強します。宿題をします。という意味ですね。そして、今度は、人から言われる前にという意味もあります。 さっきもさっさとは、早く言います。早く動きます。行動します。という意味でしたが、この意味がとても強い時があります。例文を見ます。今、銀行に強盗がいます。この男の人は強盗です。ピストル、銃を持ってますね。早くしろさっさと金を出せっていう風に言いますね。その時のさっさとは、 早く行動しなさいという意味もあるんですがもうこれを見ていますから銃を見ていますからうん人から言われる前にしてください金を出してくださいという意味ですねこういう時に使いますはいじゃあまとめです1番早く話しますという意味がありましたねさっき女の人が電話をしていました早く話してくださいその時はさっさと話してください というふうに、早くしてください。という時に、さっさとを使います。他にも、自分にもこれは使えます。さっさと話してしまおう,う。早く話さないといけないです。さっさとします。話します。という意味ですね。そして今度2番。同じですけども、今度は行動します。動きます。何かをします。その時に、このさっさとを使います。 あー遅刻しそうだささっとと行かないとその時はこの「さっさと」を使って早くしますという意味を言うことができますそして3番目1番と2番ととても近いですが人から言われる前に話します人から言われる前に行動しますという意味ですねもう見せていますからねさっきは銃を、うん、この時はさっさと金を出せ といいう,うに言いますね人から言われる前に早くしてください。早く話してください。この時の3は特にこの意味が強い時です。じゃあこれ3つですがそんなに難しくないので覚えてください。うん。じゃあ今日はこれで終わりです。うん。ありがとうございました。